政治学、政治学、政治学、また特に科学性を強調する場合は、サイエンス・オブ・ポリティックスというは、政治を対象とする学問分野。なお政治学の研究者を、政治学者と呼ぶ。日本では主に法学部で研究、教育が行われているが一部の私立大学では、政治学と経済学両方の収容が、国家統治にとって有用とされた経緯から、 政治経済学部で教えられている。大別すると、講義の政治哲学と講義の政治家定論の2、領域にわたるが、競議には政治家定論のみを指す。政治とは、人間集団、特に国家や国家間における権力、パワーの配分や、その講師のされ方をめぐる事象であるという見解が20世紀以降、特にアメリカ合衆国を中心に有力なものとなってい このような見方の代表例として、デイビッド・イーストンによる、政治とは、社会に対する希少価値の権威的配分という著名な定義がある。ここで言う、価値とは富、貨幣や天然資源、名誉、食料など、広く誰もが必要としておりながら、全員に等しく、必要としている分だけ配分できるほどには、量のない、これを、希少性と鋳物の総称であり、 権力そのものも希少な価値に含まれる。他方で、政治とは、対立する利害を調停し、人々の集合体における取り決め、決定を行うことであるとも定義される。すなわち権力と利害対立は、政治学の中心的なテーマである。しかし、これら、権力及び利害対立の概念については、必ずしも明確でない部分がある。 政治については二つの主要な見解がある。また、政治の基本的性質については二つの主要な見解がある。政治研究としての政治学は、様々な公共政策の内容とその目的を対象としており、個々の具体的政策の検討から、それらが含まれている一連の包括的政策、政策プロセスなどを研究するものである。サイモンによれば、 このような公共政策の構造は一般に政策の目的と手段の連鎖からなるピラミッド構造で把握される。このピラミッド構造においてその頂点に近づくにつれ、より漠然として抽象的な価値の領域、すなわち政治の道徳的基礎や倫理的統一を必然的に考察の対象とするようになる。したがって政治学の改良域として、 政治思想も主要な対象として成立する。政治学が一つの学問領域、ディシプリンとして認識された19世紀末以降、政治学は科学的手法を取り入れ科学化してきたと言える。それまでの政治に関わる研究の手法は哲学や歴史学、あるいは法学といった他の学問領域に由来するものであった。そこでは政治史の研究に見られるように、 政治現象を記述することや、政治哲学もしくは、制度論に見られるように政治の望ましいあり方を研究することに重点が置かれた。このようなアプローチは多分に、規範的であり、また価値判断を伴うものであった。政治学の科学科は、政治学の研究において記述することもしくは、価値判断を行うことから、政治現象を観察の上で説明し分析する。 ことへの力点の変化をもたらした。すなわち現代の政治学では、ある政治現象がなぜ起こったのか、政治においてなぜ特定の変化が起こったか、例えば政権交代や政府の政策の転換あるいは当然 A という期決が予測されるはずなのに何 B という全く異なる結果となったかを説明、分析することが求められる。もっと言えば、特定の政治現象について、 その因果関係を割り出し、現象の起こるメカニズムを解明することを目的とする、問いと言える。そこでは起こった、政治現象が望ましいものかそうでないかというような、価値判断は要求されないし、むしろ可能な限り排除されることが求められる。すなわち、政治学の研究には、ある程度の価値中立性が前提となる。 政治学は政治現象もしくは一般に政治と言われる概念を研究するという研究対象によって規定される学問である。したがってどのように研究を行うかという方法によって規定される学問ではない。すなわち政治学に独自かつ固有の方法論、または政治学的方法論というのは存在しないと言って良い。このことは他の社会科学端的には 経済学と対照的である。このため政治学における方法論や分析のための理論的枠組み、モデルといったものは隣接する学問領域からの借り物であるという印象をばしば与える。このように政治学における方法は実に多様なものである。また、現代政治学は政治学の科学化を推進してきたが、そのことは伝統的な規範的で価値判断を含む。 研究の重要性を損なうわけではない。特に政治に関わる倫理的基盤を考察する政治哲学は政治の原理的、本質的な研究と言えるだろう。このことを考慮すると政治学の方法は次のように大別される。なお、科学的アプローチにおいては社会選択理論やゲーム理論といった数学的、方法及び統計学的な手法がしばしば取られる。 また政治学の研究対象は以下の3つに対別される。なお、このような方法論的多様性から、しばしば政治学の名称に関する問題が浮上する。日本語において政治に関する研究を指す語としては、政治学しか存在しないが、英語などの多言語ではいくつかの語が政治学に対応するものとして挙げられるからである。ここでは特に英語のケースを例に、この問題を考えてみたい。 政治に関する研究を指すごとして、最も一般的なのは、ポリティカルサイエンス、政治科学である。この名称は、現代政治学において科学的方法が主流であるという事実に基づく。しかしながら、政治学が本当に科学的であるかに関しては常に論争がある。上に、外観したように政治学の方法は、科学的手法に収まらない。 このことからより幅広いアプローチを含むことを意識して、ポリティカル・スタディーズ、政治研究という呼び方を好む向きもある。特にこの問題がクロースアップされたのは、イギリス政治学会が設立された1950年であった。設立にあたって、イギリスの主要な政治学者の間で、学会の名称をめぐる論争が展開されたからである。当初ポリティカル・サイエンスの合名称に入れるのが、 有力であったが、ハロルド・ラスキラの強硬な反対でポリティカル・スタディーズ・アソシエーションという名称に落ち着いた。大学及び大学院教育では、デパートメント・オブ・ポリティカル・サイエンス、政治学部のように、ポリティカル・サイエンスの語を入れたものを、政治学教育のための機関の名称として採用している。だが、コーネル大学、ダートマス大学、ジョージタウン大学、 ハーバード大学あるいはロンドンスクールオブエコノミクス、ルスでは政治学部をデパートメント・オブ・アバメントと呼称している。なお、国際連合教育科学文化機関では1948年9月に政治学会議を開催して政治学の範疇について定めた。その際に政治学を政治理論、政治制度、政党、団体及び世論、 国際関係4分野から構成されるものとされ、政治史は含まれていない。近代的な議会、行政制度を外国から導入した日本では、政治史は政治学を理解するために必要なものとして常に関連づけられ、大学では政治学部、学科に設置される場合が多かったが、そうした背景のないイギリス・アメリカでは、政治学は純粋な歴史学の一分野として扱われ、 オックスフォード・ケンブリッジ大学を恥じとして、イギリスやアメリカの大学では、政治史は歴史学部、学科の範疇と考えられているからである。政治についての認識は個人によって異なり、政治は必然的に党派性を帯びるものであるから、政治思想は常にイデオロギー化する傾向がある。今日の政治思想がまずイデオロギー論として語られるのは、このためである。イデオロギー研究では、 イデオロギーの思想そのものよりも、それが現実の社会でどのような影響力、機能を持つかを研究することが重要視されている。政治を対象とする学問は政治学だけではない。社会学、経済学など多くの社会科学が政治を主要な対象領域の一つとしており、政治学自体も法、経済、道徳、宗教、教育、人間心理などを 研究体として含む。また、政治学から主に経営学に影響されて独立した学問分野として行政学があり、現在では別個の学問分野として扱われるのが一般的である。ここでは、政治学で特に品質される用語について、政治学上の定義、命題を簡単に示す。詳細は、政治学史を参照、政治検証、または、 政治という概念に関する研究と政治学を定義した場合、その歴史は古代ギリシアにまで遡れる。古代ギリシアにおける政治学研究の代表格が、プラトンとアリストテレスによる著作である。しかし、プラトン以前にも政治学の方がと考えられる著作は存在する。ホメロス、ヘシオドス、エウリピデス、アリストパネスらの施作には政治に関する記述が、 見受けられるからだ。さらに、トゥキディデスのペロポネソス戦争史等の歴史記述は、プラトンに先立つ、政治学的な文献としては、最も重要なもの一つである。これらの歴史記述には、トゥキディデス自身の政治思想が反映されており、その思想は、後の現実主義の系譜につながり国際政治学に影響を与えることとなる。プラトンとアリストテレスは政治を扱う際に、 哲学的な方法を持ち込んだという点で、政治学の歴史に大きな転機をもたらした。この後政治学は倫理学、道徳哲学とは価値が対い連関を持ちつつ張っていることになるが、こうした伝統的な政治学のあり方はプラトン及びアリストテレスに多くを負っている。さらにアリストテレスは、当時ギリシアのポリスで見られた様々な政治体制もしくは制度分類し比較する。 ことを試みている。これは、後のモンテスキューの体制の分類など、法学的、制度的アプローチに多大な影響を与えたと言える。古代ローマにおいては、政治学も他の学問の例に漏れず古代ギリシアの影響を受けた。そのため理論的な部分では古代ギリシアの政治学を継承したという側面が強く、顕著な進展が見られたというわけではない。しかし、 ローマの政治体制の変遷を記述したポリュビオス、リウィウスラ歴史家の著作は大変死者に富んでいる。特に、ポリュビオスの生態循環論は、ローマ時代を代表する知見であると言える。さらに、ローマ時代は、多くの哲学者が政治家として政治に関わり、哲学者ではない政治家も、積極的に自らの政治思想、真に関する文献を残した時代である。 特に共和制末期のマルクス・トリウス・キケロとユリウス・カイサルはその最も顕著な例である。キケロは共和制を擁護し正当化するための哲学的著作を残した。一方でカイサルは共和制の改革者として現れ活発な活動を行った。このように古代ローマにおける政治学は理論的な発展というよりも実践的な発展を遂げたと言える。ローマは都市国家から いわゆる世界帝国へと拡大する中で、政治体制の複雑な変遷を経験したた、その多様な政治体制の経験、体制を正当化する理論、さらにその変遷の記述は広大に多大な影響を与えた。特に共和制の経験は、ルネザンス以降の政治学に強い影響を与えた。西洋古典古代における政治学の誕生、発展に対して、東洋でもやはり古代に、 同様な政治に関する考察が見られる。ここでも政治に関わる研究は、哲学とりわけ道徳哲学と密接に結びついていた。特に、中国では、規範論的な政治論が盛んで、諸子百科と呼ばれる一連の哲学の学派は、様々な形で政治を論じてきた。その中でも後世に影響を与えたものとしては、孔子、孟子、純子らの儒学と純子に影響を受けた。 反比の効果が挙げられる。ヨーロッパの中世にあっては、教会権力の世俗の権力に対する優位が確立された。一方で教皇と皇帝を頂点に、封建制が成立した時代でもある。キリスト教が社会全体に強い影響を与えていたため、政治に関わる研究においても、キリスト教の影響が濃厚であった。すなわち、キリスト教の神学が古代における、 道徳哲学に代わって政治に関する考察の方法論的基礎を与えていた。中世の政治学は古代に引き続いて正義にかなう政治のあり方を考察するものであった。しかし人間世界における世俗的な政治社会では正義は実現されないとすのが進学の立場である。すなわち神の国においてこそ正義が実現すると主張するわけである。そこで問題になるのは 神の国に対する、地の国すなわち世俗的政治社会でありながら、神の国の入り口であり従って、神の国に最も近いものとしての教会である。つまり中世における政治学は、教会と他の世俗的政治社会、あるいは世俗的権力との関係に最大の焦点が置かれる。このような中世の政治理論の基礎を成したのがヒッポのアウグスティヌスと彼の著作、神の国である。 古代、中世の政治理論の継承、発展の末、近代的な政治理論と呼ばれ得るものが、やがて登場した。近代的政治理論が、初めてはっきりと形を表したのは、ニッコロ・マキャベッリとトマス・ホップズの著作においてであった。マキャベッリは古代ローマの共和制の伝統に影響を受けつつ、次第に、現実主義的な思想を形成していった。彼は政治においては何よりも、 現実認識が重要であることを説いた。すなわち政治的な目的のためには現実に最も適合した手段が取られなければならず、場合によっては道徳が犠牲にされることもあり得るという主張である。これまで政治学は倫理学と不可分に発展してきたため、政治と道徳もまた不可分であった。政治においては常に道徳的に正しい手段が取られなければならなかったわけである。 巻き上げ、ベッリは政治を道徳から解放し、政治学と倫理学が春別される可能性を示したと言える。一方のホップズは、自由で自立した個人からいかにして、政治的な共同体が成立し得るか、もしくはこのような個人の集合としての政治的、共同体のあり方は、どのようなものがふさわしいかを考察した。ホップズの理論は、方法論的には、 プラトン以来の哲学的方法を継承し、政治学と倫理学の密接な関わりに疑問を投げかけたわけではない。彼の理論の斬新さは、個人に着目しその個人間の契約として、社会の成立を捉えたことにある。これが、いわゆる社会契約論であり、ホップズの理論は、ジョン・ロックの批判的継承を経て、近代政治の背景層を提供した自由主義に影響を与えることになる。 この他十六世紀以降の概念で構成の政治理論に大きな影響を与えたものとして、風合グロティウスの自然法がある。自然法自体は古代の哲学やキリスト教神学にも存在する概念であるが、グロティウスは古来の自然法から近代自然法の理論枠組みを生み出した。またモンテスキューは各国の諸制度をモデル化して、それらを通じて体制の分類を行った。 その上で理想の政治制度についての考察を行い、いわゆる三権分立論を展開した。これ以降、憲法、法制度、政治制度を中心に、政治の制度的側面の研究すなわち法学的、制度的アプローチが盛んなった。このような近代的な理論もしくは、概念の影響下に、ドイツの国家学や、英米の伝統的政治学のような近代の、 政治学が19世紀まで展開された。19世紀半ば以降、20世紀初頭にかけて政治学は独立した学問領域として最終的に確立されたと言える。1880年には政治学の専門教育機関として世界初の政治学部、政治学大学院がコロンビ大学に設置された。さらに1903年には、 初の政治学の学術団体としてアメリカ政治学会が誕生している。この時期に政治学には新たな動きが見られた。実際にどのように政治が作動しているかという点に関する動学的な研究の登場である。これをもって現代政治学が成立したとされる。これまでの政治学の研究は哲学的、歴史学的、法学的、 制度的のいずれのアプローチを取るにせよ、政治の枠組みがどのようになっているか、あるいはどのような枠組みが望ましいかという生態的、式的な研究に止まっていた。新しい政治学のアプローチにおいては、政治の枠組みの中で正規する現象のメカニズムを観察し解明するというよりダイナミックな研究が求められた。このような新しいアプローチは主にアメリカやイギリスで提唱された。 主な提唱者としては、アーサー・エフ・ベントリー、クレアム・ウォーラスが挙げられる。こうした、政治学の新しいアプローチの流れから、1920年代に、政治学の科学化が始まった。科学化の初期の推進者は、チャールズ・メリアム、ハロルド・ラズウェルライはゆるシカゴ学派の人々でる。とりわけ、シカゴ学派の創始者としてのメリアムは、政治学と心理学、統計学などの、 隣接所科学との重婚を主張しこれらの学問の方法を政治学に導入した。第二次世界大戦後、このシカゴ学派の系譜から社会学や行動科学の影響を受け行動科学政治学が成立した。この行動科学アプローチは行動科学革命と呼ばれるほどの衝撃を学会に与え、政治学における主流の方法論となった。行動科学政治学の担い手は、 デイビッド・イーストン、ガブリエル・アーモンド、ロバー・ト・ダールらであった。行動科学政治学は政治学の科学化の一つの帰結であった。しかし、行動科学政治学はその後各方面からの批判を受けた。その結果現在でも一定の影響力を持つものの、かつてのような政治学の中心的パラダイムの座を失っている。こうした中で現代政治学の展開とともに、 形式されてきた伝統的な政治学のあり方も見直されてきた。その中でも政治哲学は1970年代に見事に復権を遂げたと言える。また、制度論的アプローチは様々な科学的方法が制度を分析対象として取り入れ始めたことによって新制度論に発展した。また1950年代以降にはアンソニー・ダウンズらにより、 経済学的方法の性学への導入が本格化し、合理的選択理論が政治学において台頭し始めた。合理的選択理論は、ウィリアム・ライカーによるゲーム理論などのフォーマルセオリー、数理的分析の導入により政治化され主要な方法論の座を占めるに至った。このように現代において、政治学の方法は、さらなる多様化の様相を見せている。 詳細は政治学者の一覧を参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。